楽しみいただきたいんですけど、ポーカーってやりますか普段？あんまりやったことでもやったことあります。あります、ね。なんとなくルールも分かります、ね。ありましたね。まあトランプを使うんですけど、まあバラバラですね。はい。まあバラバラのトランプです。じゃあこれをまあポーカーの時よくカットをするんです。2つにこう分けて。はい。好きな。で普段ポーカーって5枚ずつお客さんに配るんですけど、その辺のルールは大体分かる。なんとなく。なんで今からイカ様やったことあります。イカサマ勝負をやってもらいたいんです。おお。で、2人で勝負をしてもらって、イカサマをやってほしいんです。いや、あ、なるほど。はい。まあ簡単です。例えば、まあ1枚、まあ、適当に分けたと思う。はい。これを袖の中にちょっと入れてほしいんです。そうですね。袖の中。この中。はい。よくマジシャンってあのイカサマの袖からコスプレトランプを取ってくるんですけど、で、欧米ではよくこういう混ぜ方しますよね。でもこういうカジノのディーラーはこうは混ぜない、2つに分けて、これをバラバラって混ぜる。やったことあります？やってます。ちょっと、はい、シャッフルしてみましょう。適当に適当に、で中入れちゃいましょう、はい、今完全にご自分で混ぜましたね。もう私はここから一切トランプに触りません、はい、じゃあまず、トランプ持って、今から2人でゲームをするで、はい、交互に5枚配るんですけど、はい、イカサマシですね、はい、相手には普通に配って上から配って、自分には一番下からこっそり取るんです。わかります？はいはい、上から配って下から、下から、はい、それを繰り返すんですけど、もうあらかじめ1枚ありますから、ね、自分のとこには4枚しか配っちゃいけないんですよ。だから1枚は配る首をどっかで入れなきゃいけないんです、はい、5枚のうち、はい、わかりますか、はい、じゃあちょっととりあえず配ってみましょうかね。まず1枚を上から、で自分のところでは下から、で上で、どっかで1枚だけこう配ったふりをしないで、こんな感じで、そうそうそう、じゃあやっていくよ。そうです、もう1枚ですね。でそういうことです。はい、残りはここ以上でしょうか、はい、全く自由に配りましたし、最初カットもしましたし、シャッフルもしましたね、はい、でそこから私一切触ってません。触ってないです。ちょっとまずじゃあ相手のカードちょっと見てもらいましょう。デーレンデーレンデーレン、うわめっちゃいい、めっちゃいい手来ました、めっちゃいいです。ちょっとじゃあ見せてみましょう。うわー、これはすごい、ちょっと待ってください。クイーンが3枚とエース2枚のフルハウス、これなかなか出ないですよね。これにイカサマシですから勝てなきゃいけないんですよ。ちょっと試しに1枚めくっていただけますか。お、なんかあんまりいいカードじゃない。カスですよこれ。ちょっと2枚目。おら、ちょっとダメですねこれね。スペードの6、スペードの10。お、9。あ、お、もう1枚。お、お8。お、スペードの6。ちょっと7抜けてません？8、9、10。最初にイカサマシですから隠してますね、1枚。はいはい、それ出して。それをこっそり加えないといけないんですよ。どう？おお、うわー。スペードのストレートフラッシュです。おお、すごいすごい。これはフルハウスで強いですよね。はい、もうこれで明日から皆様、あとは配るテクニックだけ練習します。すごい、はい、すごい方法ですね。すごい。自分でやってるんだよね。そうですね、混ぜましたもんね。もう混ぜてる。これは面白いよね。これがリアルマジックです。